鉄道チャンネルをご覧の皆様、毎度大きにちょっぴり疲れたらゆったりまったり途中下車。どうも、あーやんこと三重彩香です。さあ今日も水曜日の7時になったということで、あーやんのコンテンツスタートしていきたいと思います。はい、ということで今日はですね、静岡県で最近復活したばかりの有名な中村屋の親子丼の駅弁を紹介していきたいと思います。まずもうかかり紙がまずねおしゃれですよね。そして駅弁の親子丼、どんな味なんやろう、すごい気になる。しかもみんながそんなに並んで食べたい、しかも私1ヶ月ほんまに週末その静岡でお仕事があるときに行くと必ずチェックするんですけど、もう1時2時でもすいません今日も売り切れちゃいましたって言われて、実際に私が買った時も10人ぐらい並んでいて、おかかり紙の下にもかかり紙がありますね。こんな感じです。中村屋と書かれていますね。じゃあ中身をオープン。おーふんだんに卵と鶏肉とあと椎茸ですかね。卵すごーい、絨毯みたいですね、お花畑みたい。鶏肉を引き上げるとこんな感じ、一口の卵のサイズ、卵じゃないや、鶏肉はすごく大きいです。こんな感じ。早速実食していきたいと思います。はい、いただきます。うん、味しみしみ、うん、甘いですね。うん、おいしい。この卵がこう甘めのお出汁で煮てありますね。でも本当に風味も良くて、うん、わー、親子丼ってこうもっとなんだろう、ザ親子丼みたいなイメージだったんですけど、どっちかっていうとそぼろみたいな感じですね。卵の一つ一つがこんな感じになっています。で中にはこの、ん、なんだろう、たけのこ、うん、たけのこも入ってますし、この食感もいいんですよね。うん、お野菜とお肉と本当に絶妙のバランスです。あとご飯も本当にしみしみのお出汁で炊いてありますね。うん、うわ、もっちり、お米ももっちりで、ね、めちゃくちゃ美味しいです。うん、美味しい。わ、これは皆さん朝から並ぶだけの価値がありますね。ちょっと駅弁史上上位に上がってくるかもしれない。うん、甘め、うん、もう最近富士のお蕎麦、静岡駅の在来線にある東海軒さんのお蕎麦有名じゃないですか。お蕎麦デビューもしまして、朝ロケに行く前にサラリーマンの方々と一緒に並んでズズズズって食べたんですけど、やっぱちょうど関西と東京の間だからか、どっちかっていうと関東寄りなんで味は濃いめなんですけど、だしのねうまみもしっかりあって、あ、これが静岡の味なんだ、やっぱりでも汁は濃いんだ、おでんと一緒だっていう感覚で食べてました。とっても美味しかったです。なんかいろんな種類があって、チーズとかたぬきそばもあったし、なんかチーズとお蕎麦って
合うんだと思ってとっても気になりました。次回はちょっとそちらも食べてみたいなと思ってます。うん、でも弁当も美味しくてこんだけ並ぶ価値がある駅弁だなと改めて感じました。ちょっと出来たてを次は食べたいなと思うのでまたリベンジしたいなと思います。皆さんが今年食べて美味しかった駅弁などもありましたらですねぜひぜひ教えてください。うん、並びに行きたいですね。皆さんぜひコメント欄でお待ちしております。今週もあーやんのコンテンツ見てくださってありがとうございました。また来週もお会いしましょう。以上あーやんでした。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。バイバーイ。